はい。アメリカでのたりじに寸前の最低辺の輪です。今日の日付は7月4日。曜日は、今日は木曜日だったかな。あ、ちょっと、ちちちあ、木曜日ですね。で、昨日が水曜日で7月3日で、例のその3日間にわたる一日中の授業、あの、リーガル通訳、リーガルインタープリティング。でそれ、やっと終わりましたよ。3日間ですけども。 朝の8時から、まあ、午後の4時までってことで、まあ、お昼時間は1時間で、で、途中途中休みは入れてくれたんですけども、はあ、もうちょっと疲れましたね、もうね、勉強ばっかりさせられて、で、で、あの、まあ別にね、この授業を終えたから仕事が増えるかどうかはちょっとわかんないですけど、まあだ、だけど、あの、私、あの、アーリーバード、早、早く、 早い鳥早起きの鳥ですかね。アーリーバードっていう言葉に弱いんですよ。まあ、あの、まあ、ちょっと安いお金で、何パーセント引きかでね。で、それで終わったんで、えっ、ー、と、ちょっとそれの、まあ、疲れたっていう、まあ、感想っていうか、ちょっと述べたいと思います。で、背景の動画は、昨日電車に乗ってる時に映した画面です。それなんで、 まあ、例えば今これなんかは朝朝の情景ですよね朝の7時ぐらいですかねで、まあ、授業終わってで午後の午後はちょっと今までのレビューみたいな感じでここあの間違えやすいので覚えときましょうねみたいなふうに言ったりあとはグループになってあのビンゴじゃなくて。 ダブルジェパディみたいな感じあの100点もらえる200点もらえる300点もらえるとか何かちょっとそういうゲームみたいなこともしたんですよで私だあれ「ジェパディ」とかいうアメリカのクイズ番組やったことがなくてで私実は昨日まで知らなかったんですけど100ポイントもらえるものは問題がちょっと簡単でで。 まあ、500ポイントもらえる場合は、難しい問題、難しいクイズなんですよね。で、ちょっとそれは知らなかったんでね。はい。まあ、だけども、あの、チームになって、どのチームが勝ちってなったからって何か、あの、もらえるとか、そういう意味ではないんですけども。で、そういうクイズが終わって、で、その後は、まあ、テストを受けるんですよ。で、これ、テスト、8割、 8割答えなくちゃいけないのか85点じゃなくちゃいけないのかちょっと分かんないんですけども部分点がもらえるのかどうかでそれあのえっと択一の択一式っていうと英語で言うとマルチプルチョイス足が4つとか5つあってそれから選ぶ正しいものを選びなさいとか間違ってるものを選びなさいであと。 短い文章で答えるのもあったんですよ、まあ、ショーートアンサーってやつですねさすがに長文のエッセイとかはなかったですけどもで、まあ、一応ねあのこういう通訳会社でやってる授業なんであ短大とか大学みたいにあの単位がもらえない代わりにその A が取れなくて B になっちゃったとか A が取れなくて B になっちゃったとか。あの a マイナスとか B+ プラスは何気に悔しいとかちょっとそういう心配は、まあ、いらないいらないんですよねでやっぱり短大とか大学4年の大学と違ってまあ私もカリフォルニアに住んでた時にあのまあね上級国民がバカにするいわゆる短期大学 コミュニティカレッジコミカレっていうところで授業を取ったことあるんですけどもあの、まあ、授業を取ったからには1科目3単位とかもらえて、まあ、何気に嬉しかったんですけど美術,美術とかデザインの勉強をし,したんですけどもまあ大まかに言ってあのちょっとでも実践的なクラスをそのコミカレで取っちゃうと UC システムには その単位移せないんですよあの UC システムって UCLA とか UC バークレーとかそういうあの、まあ、いわゆる素敵な大学ですよね。でなあ、えっと、実践的なクラスを取った場合そう UC システムには移あの単位移せないけども CSU システムこれあの C あれ カリフォルニア・ステート・ユニバーシティっていう、まあ、そういうシステムですね。で、まあ、だけどアメリカまあ日本人とかアジア人とかあの外国から来た人は「あ CSU よりもやっぱり UC システムの方がかっこいいよね素敵だよね」とか言うと思いますけどもまあアメリカ人は。 CSU だって立派な大学だよっていうふうにまあ言うと思うんですねまあ私は一応最終学歴がまあ短期大学なんですねあのまあベンチュラベンチュラ大学ベンチュラカレッジっていうまあ大学名はベンチュラカレッジですけどまあ分かり なんか誤解されないように言いたいんであればベンチュラコミュニティカレッジって言ってもいいと思いますね、まあ、ベンチュラっていうのは、えー、ロサンゼルスとサンタバーバラの間にある場所でしてベンチュラカウンティっていうベンチュラ郡ですねそこにある、まあ、短期大学で、まあ、私はすごい楽しかったですけどねはい。あ、ってことで横道にそりましたこういうね通訳会社でやってる。 クラスは、まあ、実践的なことを教えてもらえるしあのまあそのいわゆるまあ4年の大学みたいに、まあ、教授が分かりにくいことを言っておいて生徒を突き放したりとかそういうことはないんでねまあいいかなと思いますよ。はい、で授業が終わってテストを 提出してあでテスト提出する前のそのレビューあの皆さんこういうところ間違えやすいので気をつけてくださいとか言った時にその先生がリンクトインクイのページを、まあ、出してくれたんでですよでそれでまあ、私たち生徒生徒たちはまあそのリンクトインのコネクションのリクエストを送ってもいいってことでほ、まあ、他にも送ってる生徒いたんで私も送ったんですよ。で もう私ももう慣れてるんですけどもあのその通訳関係の方で私リクエスト何人かの日本人または日本語通訳の方にリクエスト出したことあるんですけど、まあ、もちろんね親切なことに答えてくれる人もいればなんか警戒心持たれてもう無視されちゃうっていうケースもあるんですけども。 であもしかしたらこの先生あ生徒のことを無視するかなとかちょっとそういうことちょこっと思ったりしたんですよ。だであのなぜならあのこんなに底辺の人間に底辺人間にリンクトインの、えー、送ってもらって嬉しがる人いないと思うんですよ上級国民の場合。で あのまあでも、まあ、私ねそれあの私の、まあ、人生というか生活で一応 <laughs> あのラブフリーダムさんの言葉を借りればリスク平ジまあまあしてるんですよっていうのはリンクテインであの玉砕玉水あの、えっと、潰れて花あの桜の花のようにパッと玉,玉砕っていうのかなしても。 ツイッターがあるからいいやとかあのインスタグラムで頑張るからいいよとかもしかしたら YouTube でもしかして伸びしろがあるかもとかそうに思ってるんで私はあんまりあのリンクトインであのあこの人つながってくれなかったとかってがっかりすることはないんでまあいいんですよ。でそれで、えーまあ、リンクトインがまあ仮にダメでも。 まあいいやみたいなあの、まあ、ちょっとそういう考えではいるんですよね。であの一応今回3日間の授業で生徒さん何人の人とリンクにつながったかなえっ、ー、とえっ、ー、と誰々れれさんと1234人あ生徒さん4人とあと先生2人ですよ。ってことは6人ですね。まあ あの6人増えたからって私のアルバイトが増えるかどうかちょっとわかんないですけどもであの先生のうち1人はあのまあ私が家に帰った頃ってことは約コネクションを送って3時間後に、まあ、承認してくれたんですよ。でその3時間っていうのがちょっとミソでしてねいやーもしかしてこの先生は迷って あの、底辺人間とつながって何になるって思って、3時間、あの、ほったらかしだったのか。で、しかももう一人の先生は、そっちの方が何気に愛想がいい先生だったんですよ。で、その <laughs> 愛想がいいはずの先生は、未だに承認がない、ないので、 あのな,なんだろうとかちょっと思いましたけどねまあそれでも愛想がいい方の先生は割と年配しら白髪だったから、うん、60代ぐらいかなでもしかしたらリンクトインはあのアプリをそのスマホに入れてなくてパソコンだけとか、まあ、そ,そういうことかもしんないんですけどもねなんかちょっと。 あの私罪悪感ですねあの上級国民である先生が「あでもその先生なんかコネクションが500とかっていうからその501番目の私が別に底辺人間でもあのまあいいのかそれともあの、まあ、僕は底辺の人とも つながりを持つ幅広い人間なんですよっていうことを、うん、まあ、まあ、そ,そういう意味なのか、まあ、ちょっと分かんないですけれどもねはい。であのいやもう授業終わってまああの、まあ、通訳の授業いやもうや本当もう勉強っても本当まあ 難しい勉強はちょっともう本当観念って感じですねまあちょっとね今日明日はもう英語の勉強ちょっと休んであのもうレストランの YouTube 動画を上げるなり視聴者様とのあ私もですね視聴者様との交流がちょこっとできたんですよ。 あの、本当嬉しいことですね。あの、何かね、役に立てるようなことを動画に上げたいですね。あの、例えば、私が見つけた、まあ、あの情報とかを動画に上げて棒読みするんであれば、間違えるってこと絶対ないしあ、私が間違えちゃうってことないんで、あの、あ、こういうことをなんとかで、あの情報が。 見つかりましたとかそういうことはまあ言ってちょっと役に立つ動画にしたいなってちょっと思いますねでこの背景動画ですねなんかちょっと夕方っぽく <laughs> 見えますけどねこれ多分7時40分とかそんな感じだと思いますよでもうすぐ別のあのあはい背,背景にですねあのもうすぐ出てくると思いますけども 夕方あ夕方とは言わないか多分4時30分ぐらいの、えーえー、画面ですけどもあのおまわりさんが警察犬を連れてくるそういうのが出てきますよもうすぐ。であの黒いラブラドールリトリバーでなんかあの警察犬とか介助犬とかそういうサービスドッグそう,そういうワンちゃんって。 なんかあの洋服着てるなんか背中になんか洋服みたいなの着てるのにこのワンちゃんは首輪だけでしたねだけどなんかトレーニングそのゴミ箱とか新聞ああこれですこのワンちゃんゴミ箱に乗っかる練習とかしてましたよ。はいあってことで失礼しました。